実は来年はですね、NHK 大河ドラマで、真田丸という放映がありまして、真っ白もある程度舞台になるかという中で、私はいろいろエコールド真っ白クラブのですね、応援団として、いろいろ側面的に、イベントに参加するということで、皆様の方にもですね、何かといろいろお願いやら、ご協力をお願いしているところでございますが、ぜひ何とか盛り上げてですね、こう11年経ちました、その集大成を来年にボンとぶつけてみたいというふうに思っておりますので、ぜひちょっとよろしくお願いいたします。ボランティアの皆さんを紹介させていただきます。今日松代中学校から男子4人、それから女性が9、それから大学生が3人の皆さん、女性の皆さんにはお着物を着ていただきました。今日いろいろお手伝いしていただくことになっておりますので、皆さんよろしくお願いします。これから写真撮影会の方の開会式といいますかにも入らせていただきました。それではモデルさんを紹介させていただきます。こちらが牧野真由美さん、あちらが池田遥さんです。例年松代に関わりのある方をモデルとしてお願いしておりますが、こちらの牧野真由美さんは実は長野市の地域おこし協力隊として今年の春から松代へ入ってきていただいている方です。今いろいろなところで、活躍していただいているんですが、今回ちょうど地域おこし協力隊の一つのお仕事としていかがですかって声をかけさせていただいて、松代の PR に一役買っていただこうということでお声をかけました。よろしくお願いします。それから池田さんは実は82銀行松代支店にお勤めでございまして、例年82銀行さんにはお世話になっていて、お一人のモデル出していただいております。どうぞ今年よろしくお願いします。どうも、ありがとうございます。北浦取りすぎ。そうですね。方の声、報道ですから。はい、上がりますよ。方の声、上がればなくだから。お願いします。ちょっと、いやいや、応援してね、狙って前。じゃあ行きましょう。その場で一緒。それじゃあ新助方面とお城方面だ、断固にはなって広まで行きませんけども、はい、分かりますので。お願いします。はい、ワン、ツー、ハイパー。あ、今の時代
先生の言う通りやってるということなんです。おー、よし、行って入って、うまい、すごい、まあまあまあ、5点、5点、もうね、もうちょっとで35点だって。あ、30、蝶々の上でね、物の上で立つって言った今、立てば35点、30、すごい、やった、はい、ここあーし、今のマイナスって、マイナスってここぶつけたから。赤いのとね、塗りと伸ばし、ちょっとだからたくさんつけない方が楽です。薄く、ね、薄く、うん、伸ばす、こうやって硬い、ね、であんまりゴシゴシこうするとこの和紙がよじれてきちゃうので、あ、これ使ってください、どうぞ、ね、あんまりね、欲張っていいです、年齢が上がるほど大体それで欲張ってませんので、左右大丈夫、左右大丈夫、はい、はい、そしたらね、はい、あ、素敵、それで今からみんなこのボンドを、はい、これですね、これ使い慣れたからこれでいいですか、はい、これで梨園がよくなっちゃうんですよ、立てていけないの、だってさ、ここのところとかさ、そんな風に花になってないよね、ただ足やばい、やっぱりね、これ観察して描きます、あの適当に描くんじゃなくて見て描くんですね、ちょっとそれが絵手紙なので、自分自身でいつもイラストで描いてる絵とはちょっと離れて本当に見て描いてほしいんです。習字と一緒で立てて書くんですけど、さらに習字と違うのはこの上を持ちます。見えるね、それでこう上を持って、ちょっと心配な人はね、こうやってちょっと膝、あの肘こうね持ってもいいんですけど、30分まで、2時まで行くよ、そうです、そうです、最後まで、最後までこちらは、はい、やってる時間で大丈夫です、そうです、そうです、そうしたらね、今度はこの、ね、ヘタを描いていきます。まあ、一番描きやすいのはこのね、一番丸まってるところなので、ね、丸まってるところから、この五角形のところ、どこからスタートしていくのか、ちょっとね、ここからはスタート。明暦3年、信行公はお年をかなり召したということで、当時沼田城にいた次男信政に藩主の座を譲り、自分は今の寺尾の芝の地に隠居することにしました。東に金池、遥か南の彼方に松代のお城を見ながら、悠々自適のゆったりした生活を始めたのでした。さて、ある日のこと、信行公はのどかな春の日のさす美しい庭を散歩しておりましたが、ふと立ち止まって、おい、誰かおらんか。はい、ただいま。この庭に何か足りぬものがある。わしの心を導いてくれる仏が欲しいものだ。どうじゃ、わしがいつもお参りしていたあの東城の竹原にある笠仏の石堂をこの地へ運んでくることはできないものかの。いや、わしの命令として
仏をこの地へ運ぶよう皆に伝えよ。どうしても笠仏がこの地に欲しいのだ。Mom!
秋風っていう試しのお香木を聞いてもらうんです。で秋風の、香木を試しを全部でこう回して覚えていただいて、でその後秋風3つとそれから白菊3つだから全部で6個あのお香木の包みがあるんですが、それを全部打ち混ぜて6個のうちから2つ捨てるんです。そうすると捨てるっていうのはそれは回ってこないんです。で試し一つだけ試しがありますので、それが済んだらお名前を、thank you.